庭改革検証費、春除海、庭改革昭和6年7月5日は、岐阜県生まれの書家。本名は昭朝、幼名は金吾、字は、ことぶき里、改革は豪。晩年には楽観に海とも書いた、草壁明確に指示。明治から大正にかけて活躍した書家で、手道明や書島の解消を基調とした改革の書風は、改革流と称され、一世を風靡した。 また、書道教育界に影響力を持ち、習字教科書の書風を改革して、近代書道教育の発展に貢献した。文久三年内に、半寮、美の国枝軍伝瀬村に、昭夜、庭五平の四、男として生まれる。幼少の頃より書に親しみ、平野の鉱山小学校で教鞭を取りながら、書道の研究を続けた。明治21年8月。 二十六歳の時草壁、明確の遊歴に会い、その筆跡と見識の高さに敬服し、入門を願い出た。以後、通信教育で指導を受けたが、後上京し、内弟子として七年、朝夕その座を二次して、訓導を受け、明確に、書の才能を認められた。はじめ六朝風を慕ったが、後、進む東風を研究し、特に、貯水量をよく習い。 冒法紙費を彷彿させる作品を残している。改革の書風は書道教育会に受け入れられ、学習院教官、東京高等師範学校講師、文部省教員検定試験委員などを歴任し、教育会への影響力は絶大であった。昭和初期までの修字教科書の書風は願宝であったが、改革は書道教育の基準を書道の会所に置くことを提唱し、その門下である。 鈴木水健が国定四期の修辞教科書を執筆するに至った。水健は改革よりの伝承を忠実に牧手した。他に、田代明鶴、田中海安、水島望鶴、井上慶遠藤原剣など数多くの門邸を輩出し、昭和6年67歳で没した。ありがとうございます。